皆さんこんにちは、タイガーソングです。そしてアクロンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、横浜 F マリノス1位通過おめでとうございます。ありがとうございます。前回はね、ちょっと辛かったけれども、辛かった。今回、ついに爆発したと。爆発っすよ。はい、いやすごかった。まあね、ファイナルもありますので、はい、それも頑張ってください。頑張ります、まだまだ、はい、気を抜かずに、うん、ガンガンいきます。はい、まあその辺はね、後ほどじっくり話をして、はい、今回紹介するのは、そんな横浜 F マリノス水瀬さんが使っていた、はい、PP アマラセネメシス、こちらです。水製図デッキですね、これは。水製図デッキ。特に言う、はい。まあなんかやっぱり、ネメシスって、うん、まあなんか、まあ、ちょいちょい当たって、なんか、ピピ余らしてきて、うん、これ、ふざけてんのかと。おもちゃだろ、こんなんと。ダメプカよ、みたいな。ダメプカと思っていたわけですよ。はい。ただ、まあ、プロリーグで、まあ、ネメシス、まあ、かなり活躍していたと。全勝でした、そう。ネメシス使ったチームは、はい、打ち組めて、ジバイジも、うん、全勝だったと、はい、いうことで、はい、あ、実はあれ、このデッキ実はやるのかみたいな感じでちょっと使ってみたら、はい、これが強えんだ。普通にこれね、冗談じゃないですかね。冗談じゃない。ネメシスは、うん、5リーダーに適当に入れてきたんでしょみたいな見方、そう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 、皆さんされていたと思うんですけど、うん、うちこれサードリーダーですから、これガチガチガチ強いっすよ、これ。そう、このデッキで、まあ、10連勝はできてないんですけど、8連勝と9連勝しているという。はいはいはい。で、しかも、もうこのデッキのいいところは多彩な勝ち筋、うん、ね、が、ありまして、まあなんでやればやるほど連動上がってどんどん勝率も上がっていくんじゃないかなと思っております。うんうん。まあ、まずプラン A、 A 面押し、面押し、はい、もうこれね、あの2ピックデキンを食らった重力の充実師へ、ネメシス高校のキーパーですね。このキーパーがヤバくて、うん、まあこれ3で取れなかったらもうそっからもう後稼ぎまくりで、まあ特に、クオンウィッチには基本的にはやっぱもう高校までずるずる、後半までずるずると不利なんですけど、まあ相手がクラーク持ってなかったら、もうここの、もうこの重力の充実暴れの面押しで勝つ。ほんとこれ取れないとマジでゲーム終わるレベルで、そう、構築でも強いですからね。めっちゃ強いです、うんうん、こいつを取れない。しかももう今ネクロマンサーとか、あの憑依抜いてるんで、そうなんですよ、もう残る、ほぼ残る、そうなんですよ、そう、そこもかなり評価ポイントでうち持っていったんですよね、うん、暴れ、うん、で暴れです。まああと3で、まあこいつ置いて取れなかったら、まあそれも暴れだし、後手3カルラっすね、後手3カルラ、これも取れなかったら、うん、もう爆アド、爆アドで、もうそこからかなり返しづらい面をね、作ることができますよと。まあだからなんで、こいつとこいつがセットでポンポンって並ぶと、もうゲームそこのなんかあれなんですよ、クオンができるんですよ。クオンが完成するんです。4T あたりで。そう。あと4クオン完成するんですよ。カルラとジェズ氏が絡むと、あと4クオンが完成してそのまま勝つっていうのがまず一つのプランですね。で、そして、ね、もう一つこのラグナ・アウェイク。アウェイクですね。はい、アウェイク。ラグナ・アウェイクで、まあ、このデッキ芝が散投されてるんで、まあ、10T で、ビズエアを出して、まあ、11T の芝ビームで勝つとか、うんうん、まあ、あと混沌の闇神の4点、うん、とビズヤを合わせて勝つとか、新ビズヤ OTK です、そうもあったりします。そして、まあ、イザルエ、これはあの消滅版バハムトなんですけど、うんうんうん、まあもうこれを出してデッキが3枚になっちゃうんですけど、まあ結局もう何13ターンまでいかないんで、うんうん、まあ、12ターンとかまでいかないんで、別にこれデメリットないです、うん、これ返されたら負けみたいな感じなんですけど、まあなんで9でイザルエ打って、うん、で、9でラグナウェイクアウェイクを打ちまして、で、10で、イザルエとカイザーインサイトって一緒に投げる、はい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 、10で何もなくなって7の潜伏が立つという、これも勝ち筋の一つ、進化あればね、うん、14-14ですから、はい、カイザーインサイト結構ね、やっぱね、カイザーインサイトで勝つことが多いですね、うんうんうん、このカードがやっぱりなんで、あのネメシスにはユニオンバーストねえんだと思ったんですけど、もうこれどうすよ、そう、もうこいつユニオンバーストです、これ実質ユニオンバーストだった、これ、まあ、10個差のカードだから、もうユニオンバースト10でいいんですよ。ということで、
強力なフィニッシャー持ってますよということで、かなりねこの7回復もあるんで結構起きやすいんですよね。はい、そしてもう一個かな、まあ、あのこのメイシア、メイシアですね、うん、まあ、ジェッティメイシアももちろんあるんですけれども、メイシアで1等をゲットしといて、こいつの操り人形51操り人形をゲットして、それを使って急転失踪ですかね、7コスト、そうですね、うん、どちらかというとこっちの方が使うイメージがあります、うん、メイシアは結構このプラン、で勝つこともありますよということで、まあ主な勝ち筋こんな感じですかね、うんうん、はい、で、あと展開の門が入ってて、門、うん、この前ねプロリーグ初上陸しましたから初上陸して7カイザーインサイド決まってましたが、この門ね、うん、やっぱり見た目がちょっとね、うん、良くないですから、ネタカードっぽい感じなテキストなんで、はい、だけどそれで勝ったんでガチカードです、うん、普通に、まあ、あのこれを活かせるデッキと活かせないデッキがありますからね、まあ、相手が、結構、まあ、6銀節これやられたことあるんですけど一回置いてこれで6銀節飛んできたこともあるんですけれども、まあ結構やっぱこっちの解散インサイトが出せたり、うん、あと PP を余らせやすいので、結構こっち側の方有利になることが多いカードですね、うんうん、でまあそれのバリューを上げるための心とかね、はい、なんか上のカードを多めに入れたいって水さんも言ってたんで、うん、入ってますね。これは多分見せ合いだから入ってたっていうのもあると思うんですよね、コットコロシアンマンモスは恐怖に怯えますかね、これ相手のデッキ入ってたら、ね、やばい6ゴッコロ来るかもしんねえっつってビビらせるためのカードかもしれないんで、まあ、ここはまあ自由だわけだと思います。じゃあ早速使ってみましょうか。見ましょう。はい、はい、エルフ。お、これはコントロールエルフなら、はい、結構仕分けるかなとですよね、はい、まあ、あのリノセウス暴れとかされなければ、ただね、このねコントロールエルフさんは除去ってくるんですよ、うんうん、充実しよう、あ、充実しか、はい、その暴れプランが結構通りにくいかなと、うんうんうん、お、お、来た来た来た、でもやっちゃおうかな、これはもう行きましょうよ、やっちゃおうかな相手が、まあ、対空持ってなければ、うん、なんならね、2-2にもう、うん、結構放置したくないですから、そうそうそうここに打ってくれますよ、ここにね、ここにね、対空打ってくれれば、うん、もうこの柔術師安着ですよ。マリガンなんですけど、もうこの多分、まあ、柔術師とカルラあとコンセントレイトはキープなのかなって今思ってます、うん、でカイザーインサイトもあれマリガンし直せるみたいなもんなんで、確かにあれキープも良さそうですよね。そうですね、まあ、ただ結構改善サイトはあれ1で使うより10でなんかハンドル持っておく方が展開のもんが強い場合が多いんで、うんうんうん、なんとキープどうかなっていう感じしますけどね。さあ行きましょうか、はい、今だってもうカーバンクルの日が決まる人舐めたことしてくれましたよ。これはもうしょれないでしょ、しょれないでしょ、これは暴れっすよ、はい、あ、対空ありますね。導きでしょ。お、来た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 、暴れ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 ましたね。さあ、ということでコンセントレートを、コンセントレートも打てる、すごいなこれ。はい、そして2ドロー、うわ、操り人形、そしてポヨンポヨン、はい、何 PP 使ったんだこのターン、余らせてんのに。まずね、2ドローで3でしょ、うん、で、これがまあ4コストでしょ、うんうん、で、7の、あとこれね半端ないですね。しかもね、ハンド減ってないっていうのが結構注目な、そうなんですよ ね、 すね、 PP 余らせるってことは1ドローと変わんない同義、うんうんうん、こいつ1ドローついてる、そしておっ返してきますね、それは残りますよ、でも、うん、これはいきますか、モンちゃん、モンちゃん行きますかこれこれモンちゃんか、モンちゃんじゃないっすかこれモンちゃんあるな、ありじゃないっすかこれ、モンちゃん解散しないと2枚も持ってるし、モンちゃん出すか、そうっすね、こっちの方が絶対有利になるんで、ハンドが増えるとはいえモンちゃん行きましょう。お、これはズドン、
もん、まあ、これ切るってね、あれもあったんですけど、あ、確かにあれ、これ人形を切って、うん、西顔行けば同じだったか、確かに、そうだ、確かにプレミです、今のはさあ、これでもリノセウス暴れされてるんで、早めに解散インサイトしたいですね。確かにな、うん、ちょっとこれは早めなコンウェルになりそう、フィニッシュが、あー、強いな、これでもう、だって3ですもんね。なんで、もう反動をめちゃくちゃに減らしましょう。いざ、下がれ、あー下がった下がりましたね。これはやばいことが起きたぞ。カイザーインサイト下がっていきました。もう1枚下げてーな。ワンチャン取られる可能性ありますからね、これ。そうですね、14、14にすればでも取られないとは思うんですけどもうこれカイザーインサイトプランで確定なんで、これ投げます、これ投げます、これ投げます、で、投げます、3枚ハンド使ったらいいですよね。そうっすね。じゃあミニューからいこうかな。ミニューはマックスありそうっすね。うん、ミニューへこれ、これももっといっていいかな。なんかね、新進化もあるんですよね、正直このターンで新進化、うん、なんか新3枚入ってるんで、まあ、別に進化でボード取ってもありかなと思いますね。シンシンがいきましょう。6プライマルギガントだけちょっと怖いですね。まあ来てもしょうもない話が出ない。でも混沌の目覚めも強いんですよ。44バフがただただ強いんですよ。うわー早っ。何度だって巡り合う。まあでもバウンスいっぱい使ってるもん。そうですね、なんか3枚こっからミノセウス走られるなんてことはなかなか 7D はきついですね、うん、すごいな、回ってますね。普通に7セウスされる勢いありますね。まあでもこっちはね、インサイトがありますから、7、はい、2枚、あらやばい、くらえ、あ、これ取れるか。ここね、進化怪しいっすよね。しっかり、でもさすがに取られちゃうかな、めいめいで取られちゃうんで、旋風もありますし、進化置きで、で次多分ツバイの2点、うーん、耐えてくれ耐えてくれ、これで決めたい。このターンにね、ただ相手リーサルある可能性もまあありますね。ありますね、全然リノ3枚投げれれば対空の打ち先ないですよ。確かに機械銃を2枚切ってるんで、うん、こうきついはず。お、これは頑張って14、14を取りに行くおー、きますね。さすがに取れないっすよ、14、14は手きついと思いますよ。メイ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 でも無理ですもんね。メイメイメイでも無理ですね。 OPG、これは回復して耐えたい。あ、回復と守護か。なるほどね。これ、これは、目覚めで4点はあるので、でも雑インサイトで。雑インサイトだと、メインに当たった時、あ、そっか。あれなんですよね。あ、あ、大事、ちょっと待ってね。2、3枚か。リヒト、ツバイ。いや、足りてないっすね、これ。地味に実は足りなかった。これ足りないよね。リヒト、ツバイ、3点ですからね。
あら。あれも。目覚め、この混沌の目覚め腐ってしまったので、完全にこれ、進化、子孫だったかもしれない。進化あれば。まあ。まいごギギギギうっ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 よいしょーよーしよーしどーん解散にされたどーんありがとうございますおーすさとずウィッチウィッチウィッチも暴れたいっすね序盤暴れが必須っすね、はい、お暴れカード来ましたねニューニエミニア置いとくか2ターン目いやでもカルラを探したいうんまあそこにはいいっていいんじゃないですかね、うん、2パスでいいリヒトなるほどねこれは呪術師を持って次の世界飛ぶかもしれないですちょっとこの2ドローが微妙だった場合あといきましょううわもう、ね、展開のもんね直撃しちゃうとねやっぱ弱いんですよね展開のもんがただウィッチ相手に出すと結構強かったりするんですけど直で置くのはちょっとって感じですねよし、ネコスきた偉いですね、開催サイトね余らせないとね、余らせつつ置けるからいいんですよね、本は、これ、めっちゃ、これ先行だったら勝ちです、このハンド先行大勝利ハンドしてますさすがに強い、はいで、ここで相手が、まあ、H か、クラーク。ね、握って、あ、これ相手、クラークか H 持ってないと、大変なことになりますよ。命落としますよ。どっちから行こっかなどっちから行こう、こっちからかなお、うん。だから次、フォロワー出てこないと思うんすよ。上振れを狙いに行く。うん。まあ、取られなくても言うて、次のターン。そっか、呪術師の方がアナライズ出て、ね、あとみたいな考えですかねこっちでいきましょう、うん、頼む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 刺激エンドだから頼むこれ暴れたい見たいめっちゃ見たい暴れさせてあー持ってるかくーく持ってるか隠し持ってましたねやられましたねさてまあ3面並ぶんで、うん、でここの進化を悩むんですよね分かったやったーなんでなぜなぜ Why? さあ自然ドラゴンですねドラゴンドラゴンはねちょっとバイビー出されるときつい印象なんですけど、うん、こちらには最強のプラン面押しがあるのでおー、はい、先行コンセントレイトこれくっつくと強いんですようんうんコンセントだけだとねどうしても余らせて終わりになっちゃうからそうなんですよ ね, すよねでもキープしまーすキープであオッケーオッケーオッケーとりあえずオッケーあのねドラゴンはね噛みついくやつがねなんだっけティラノサウルスかティラノサウルスティラノサウルスがやっぱ除去でちゃんとあるんでそれもでも3枚だけなんでね、うん、水瀬もドラゴンにはで絶対不利でしょみたいな言ったんですけど、うんうん、序盤の呪術師で終わりみたいなそう呪術師が通れば激アチなんですよ、うん、呪術師レッツゴーえっあー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 やめてろお前やめろセルセルス持てるなお前おいやめろああうわぁすべてが崩壊これは負け負けは聞いてないよ負けっすちょっと待ってねまあ相手バレで引いてなかったらまだあるんですよまあまあまあでバレスファッシャーは4で出すの強いんですけど今相手何もないんで相手に踏まれるだけっすからねもう怒ったこれもうこれ怒ったもうもうもう辛いですねこれいやなんかもうこれこのままいくと
10T までいかないんで、門はどっか出さなきゃいけないんですよね。でもカイザーインサイトでやっぱ勝ちましょうよ。そうですよね、次の門行って、おっ来た来た、門行って、7分の2 0 0 0 2 2、次でもいいのか、そもそも。てかこれ倒せるのか、バイディ、バイディ倒せる。このターンはバレッジスマッシャーと、なんか進化とかで一応取れそうですけど。あー、新進化、新進化バレッジマッシャーで取れるのかな。モンモン、やっぱモンっすよ。いやもうだってもうこのままやったら負けるもんだって。負ける、うん。次は実は改善インサイトじゃなくてブーストキッカーが下がると簡単に取られます、ね、取れますね、バイディ。無限の可能性。いけいけ。あ、すごい。すごい。シュン。いい人と。まあまあまあ。さてと。リヒト進化ブーストキッカーかな。なんかバレッジスマッシャーでも、バレッジスマッシャーリヒトの方が強いか。バレッジスマッシャー2体リヒト進化、そうっすね。でハンドもヘルシーみたいな。確かに確かに、それでいきましょう。回転セット、ドン、5分によ、5分に 40%、これは下がって次いけるっしょね。え、メシア下がったらメシア走るよ。リーサルは遠いっすけど。これはさすがにいったでしょ。いや回ってんなドラゴン、いや回ってんな、無限の可能性あります。改善セット頼む、改善セット。侵食4点5点、ここは改善セット下がらないと厳しいか。もう回復ができないからやばいですね、改善セット下がらないと。やばくないこれ、さすがにアトロクで7点ぐらいで、アトロク6点、ゼロカリューゼロカリュー、なんかおまけで出てきた。頼む、うっ、ああブーストキッカー、まだわかんないですよ、まだわからない、まだわかりません。カイザーインセットだけにできるよ。メイシアを、でもメイシアを置くとドローしちゃうからな、うん、まあこれで終わりでいいのかな。ここ進化する、新進化はまあ、うん、結局失踪ってあるとしたらあいつだから、ここ進化してもジェネシスだったら大丈夫だし、カヤだったら終わりなんで進化する意味ないっすね。そうっすね、改ざんインサイトめっちゃあるのに、一旦くれ、アテラ回さないで、うわ絶望、先行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 。
まあでもネクロマンスはね取れないですから取れないですから。お、倍のケイコちゃんも強いんだよな。これもね取れづらいですよね、ネクロ。倍のケイコちゃんを取っときましょう。できた。あ、マラセ系が来ましたよ。いいよ。バレッツスマッシュは先一一勝取れないですからね。先一バレッツスマッシュマジ強いんですよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ただこれ実は4に置いた方が強い説もあるんですよ。これ今のところ3はマラセっぽいんで、いや、これ4でおきましょう。ターンはパス。22が出てくるんで、ここで踏まれちゃうんですよね。さて、ゴッコロ。まあ、取られます。取られますね、これは。22。まあ、22ということで。ここで、まあ、22が出るんか。なんか起きづらいですね。うんね、これ2-1だったら、え、無視？そんなことある？おぉ、アマラセ系を知らない？お、充電し、充実し。アマラセ、アマラセたの？え？いいの？アマラセって。もらうよ、それ。人気もらってきます？人気もらいましょうか。お疲れ様でした。それ次は取ってくるでしょ。お、表に入ってる。入ってた。はい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 。あ、プリン、プリン。おお、なんかすごいアグロできましたね、これ。そうっすね。2枚しかないですよ、もう。確かに。さて、一応操り人形までやれば全部処理できる。できますね。リフト進化で回復しながらですかね、さすがに。とライフ詰められてるんで、うん、そうっぽいですかね。で、進化して君の羽で命を前、歯車を回そう。まあちょっとリソース勝ちですよね、これは。だから51も投げるか、しゃなし。そうですね、回復もできますし。ちょっと待ってね、マグロされなければまあまだチャンスはある。うん、歯車を回そう。幸よあれ。前、サンラート。死んで。守護裏。守護裏リヒト。あいつ取られなくても、あんまり人形ないんで、回復できないんですけど。スケルティンで取られますね。確かに。晴れて楽しき人でなし。何度だって巡り合う。これはもう置くんすか。もうバリュー高そう。あ、もう置くんすか。はい、ガイザーインサイトを頼む。下がってくれ。いやでも相手はマジで、まあ、もう大したカード下がらないんですよ。6銀節だけやばいんですけど。6銀節だけやばい。とりあえず次はゴッコロ下がってもらって6を出しますか。ゴッコロ下がっても相打ちだからすげえ弱いんですけどね。確かに。レッツスマッシャー、レッツスマッシャー。微妙なところが下がったが、芝回復
が欲しいかどうかですかね。芝回復か反動を使うかですよね。03で使うのが一番強いかな。うんうん、余らせ余らせで、こうっすかね。で、ここを無視することになっちゃうんだよな。仕方なし。いや、この劣勢を返せるのが展開の門。うん、ドン。改ざんインサイト下がってくれ。耐えたい耐えたい。ここはカイザーインサイティブが下がってくれないと負け確なんですよね。ほぼ負け確。奇跡を着てボードに付き合ってくれるかもしれない。奇跡を着ろ。うわ、忍ぶユニオンバーストはまだ9。バフ。うわ、これ大丈夫かな。ちょっと、もしかすると改ざんインサイト間に合わない。21、ヘリオ21って当たってレジスケ持ってるとリーサルか。まあ、レジスケだったらこれで終わりか。やめとけ。レジスケじゃなければまだ耐えそう。シュン。カイザーゲート。耐えてろ耐えてろ。インサイトしたい。インサイトしたい。頼む。ミヤコはまだ。逃げ場所しない。ヘリをやめてほしいな。めっちゃ出てくるヘリを。よし、つかれ。あ、ミュニエごっころできればな。確かにミュニエごっころできればな。ただミュニエ強いですね、これまだいけるか。まだあり、まだあるんじゃないか。ちょっと待ってね。こいつも消えちゃうんですよ、ミュニエ出すと。あ、確かに。ここ当たるじゃん。当たって良さそうですね。あそこなんか。先にここだな。ちょっと待ってくださいね。メニューシンクで74取れるから復興処理した方がいいのか。あ、こっちか。なるほどね。ちょっとどうなんですかね。おかしないですけど。お、偉い。こいつマジ偉い。これは。こいつがマジ偉くて、うん、あなたは排除する。過つは世界にあらず。瞬絶客瞬絶客。え、これ74出ていくのだ。結構運っすかね、これ。こっちから先に出さなきゃダメでした、今。うっ、あ、ありがとうございました。ありがとうございました。ウィッチ。ここ。なんかね、この敵使うと先行取れないんですよね。なんでかな。多分向いてないですよ、それ。それ超先行デッキ使う、このデッキ。先行マジ強いんですよ。マジで強い。まあでも、ウィッチなんでね、状況ない可能性ありますからね。高校でも行けますよ。なんかこれさっきからやっぱ収録してて、結構なんかそのもう展開の門頼りのデッキみたいなね感じになってるんですけど、全然そんなことないんですよ。もう本来は普通に10ターン目までコントロールして勝つみたいなデッキなんで。なのに相手がそれをさせてくれない。相手が早い、ずっと。そうなんですよね。あと手札に改ざんインサイトめっちゃ来て行きたくなっちゃいますよ、ね。行きたくなっちゃう。そんな来ないですから言うて。はい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 、はい。余らせていく。充実し？ん？これはスーパーリヒト回復プランが見えるので、
両普通に普通に8枚付けとしてでね、これ51のヤーツがあるとクオンが返しやすい。あーですよね。だからここコンセントレートでも良かったかもしれないですね。テルタ溢れるな。また2枚もらえますけど。そうですね。なんかいろいろ来ましたね。どうしますかね。苦しい。手札が溢れすぎる。これコンセントレートもちょっと打ちづらいか。これね、とりあえずこの2枚吐くんですよ。人形2枚吐いて、人形2枚吐いてエンドすると、で、まあ、コンセントレート打つじゃないですか。あー、で、ここまで置いていいんですよ。こう、これ手札溢れる。1,2,3,4,5 だから溢れるか、うん、溢れていいんじゃね。5,1,2,4強いっしょ、さすがに。こいつに隠された効果があるんですよ。 PP1 回復、 PP1 回復する地味にね。こんなもんクオン返せすぎる。さすがにシュイーン、シュイーン。でも彼らもあるし、これは耐えるぞ、いけるんじゃないか。次は門ですか。今門魚縁だよな、これ。人形にめっちゃ下がりそう。今門はなさそうっすね。まあでも今次どんなに強い展開されたとしても、リヒト人形で何でも返せる。うん、うんうん、いやーでもリッチもすごいな、やっぱりすごい、うん、強い。ああ彼ら、ツバイかな。ツバイも人形一枚溢れちゃう。人形一枚入ってからツバイだと、まあ51人形を失っちゃうっていうのが微妙。まあ一枚で足りてるからツバイでいい気がしますね。うんうん、結構増やしたいみたいなこと言ってたんで、つまり強いっすね、うんうんうん、普通に強いっすね。今でもすごい俺1枚がしっくりきてますね。うんうん、届けたいんです。さあ6コン来るか。この展開ならもうここ死ねないときついのかな。多分ない、さそうっすね。ちょっと数えてないですけど、歌はモンですか。モンは出さない、モンは出さないです。モン出したくなっちゃうんだな、このね。彼らのねエンハンスがね、なんかクセモノなんですよね。あ、はい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 。なんでヤバズ7なのかなと思って、これ8で出したいんですよ。なんで7なの。エンハンスに確かにめっちゃキレてました。これいらないよこのテキストって言ってめっちゃ怒ってました水瀬。エンドかな、うんうん、エンドっぽいっすから。人心心ビゼア見えてますから。そろそろクオンのお時間ですかね。クオンタイム。てか気づけば相手のライフ12点結構削れてる、ね、最初のあの2の人が、うん、暗記使いがね結構やってくれたんで、メイシアでリーサルも見えてるんじゃないですか。芝の4点入るとして。確かに。おお、もう贅沢。
クモももう一個あるよと研究で増やしてましたもんね、うん、これは門ですか門出して死ぬじゃん。え、待って待って待って、あ、出せんのか出せますよ、これ 0-5-1 出しながら門って言えますよリヒト人形門いけますもん、これリヒト人形門か門じゃないですか、やっぱり扉開きましょうよ。もう出すのこれ。出しましょうよこれ。マジ？ちょっと待って。とりあえずまずリヒト、リヒト行くよ。どうせやることないですよ。このターン。もうリヒト行く。で人形出す。ガンが入っちゃってもんでしょ。出す。あ強いな人形。なんで勝ち？人形強いな。人形強い。ゼロコストで勝利していく。強いな。歯車を回そう。いや本当にもんもうもんでしょ本当にもんかもんでしょ5-1 入もんかもんだなこれ5-1まで吐かないか、うん、いや吐く吐く吐く吐きますよ5-1まで全部入ってくる全部入ってくるもんでしょせっかくバリュー高いですよこれでも相手のバリューは低いですよもドーンカイザーインサイトドーンカイザーインサイトを払ったリーサーですからねゴッドコロシアンマンモスドーンですよこれいやこれもう怪しいぞこれ絶対リンサルは1点足りないですかねあなた線は足りないですねそうだねけどまあ勝ちでしょごっころ挟みますか次挟むかうんでもこれタイプ2種あるしこれ結構勝つのこれうんうんうんこれで食うんでしょどうせそれごっころでうわ立てあそれきついいっぱい打点がこっからの食うんはきついなちょっと研究で増やしたのクラッカー消えろヤマさん、やばいっすいや、いきますいきますで、やばいっす大丈夫やばいっすこれごっころしかない、これ弱い百種百術、戦撃戦殺これで交互に当てますかそれはまあ当たり前なんですけど、まあ、当たり前に当てるじゃないですかはいはいバホーンまだ負けてないよ盤面だと盤面は負けてないよもう出さないと帰んないと思いますけどねさっき言ったああそっか普通にもんかそう、うんありがとうございます。くそーということで、ネメシス、ピピアマラセネメシスの水瀬さんのやつだったんですけど、あのね、本当にこんなにモン出さないっす。マジで。モン出しすぎましたね、これ。今日はモン出しすぎた。うん。あの、本当に、まあ、基本的にコントロールデッキというか、で10ターンまで行って、ビズイヤ、一番、俺が一番多い勝ち筋、イザルエインサイトなんですよ。うんうん、今までイザルエインサイトで勝ってる試合が一番多いんで結構やっぱ 10T までね、よくよくコントロールしていくことが多いんじゃないかなと普通思うんですけど今日はもんでしたね、はいまあ、いろんな多彩な勝ち筋があるっていうか面白いデッキですよね本当面白いです、うんうん、なんでぜひ皆さんも使ってみてくださいということでご視聴ありがとうございましたありがとうございましたバイバイ